あれはまだ私も幼かった頃の話。その頃の私はトリガーだけでなくクロスも好き、大好きだった。大好きすぎてネットで SS を探すくらいだった。この声は。そしてあの日、当時の私のコンテンツ説明の女性向けが一体何を意味しているのかわからず、かすみその SS を読んでしまった。そこで私が見たものは、セールさんと山猫さんがイチャイチャしてる濃厚すぎる描写だったのよ。どうしたの急に。あ、ピアさんだ。パンツ見えそう。パンツ見えそう。パンツ見えそう。お前ら。ようやく見つけたのよ、小説サイト管理人。リカエル?私に妙なトラウマ植え付けやってぶっ飛ばしてやる。リカエル?なんだと生意気な捜査活動なんて自由でしょうが、お前こそ私の同人誌を燃やし上がって許せない。うちもどっちじゃないですか。ピアさんが幼い子も。で、じゃあレイさんって今何歳なの?そこ聞く場面じゃない?ごめんなさい。エクス君たちやっておしまいやらないという光線飛ばしてあげないわよ。そんな。なんでティアと戦う展開なんだよ、こんなところで。ここで何ちなみに。よう分からん。よう分からんわ。ヤグが隣だったバカなの。これは何を言ったって、そのダメージ効いてるわけでもないんだよね、これ。おお。これはもういけるからね。何をこいつよくわかんないんだけど。おお。強いな。やりおるな。うちはもうちょっと来ないんで。おっちゃんどうしよう。荷物になっちゃった。いや思ったけど、入る誰か掴んだったらリンパンでしょ。いいか。ダメだよな。ダメっていうか、2ターンでやってきたんだ、こいつ。ずるいよ、ティアさん。何がよ。あ、分かったらいいけど、考えてみたら、あなたを倒したところで私のトラウマは消え去るわけでもないし。そうだね、あんたが倒したところで私の同人誌はもう戻ってこない。争いは何も満たさないわね。これから手を取り合ってお互いうまくやっていこう。ここに歴史が作り出されたこの日を境に BL 肯定派と否定派は一定の歩み寄りを見せることと同じ世界大戦の可能性は減退した。何なんだよこの展開。で、飛行船だっけ?エンジン温めておくか?準備ができたら来ないよ。飛行船何?どっか行くの?どっかに行くっていうか、むしろ今までがどっか行ってたわけで、今から家に帰ろうかと。オフィンガーダの国なんですけど。ちょっと心配だから私もついて行っていい?探し物はもういいの?探し物はもういいのか。うん、もう全然見つからないから、もう全然見つからないから、探偵さんに丸投げしたから大丈夫よ。何も大丈夫じゃないだろうが。探し物って何ですか?見つけにくいものなんですか?カバンの中も机の中も探したけど、命空気。まあそんなに心配するほどのものではないから大丈夫。最後。言わせてよ、最後まで!スターダスト。あれ結局手に入るんだ。まあいいや。もし、とりあえず準備しておきましょうか。ハムリ高い買いますか。ほんと高いね。買えるのが9個だけと思うな。
じゃあ、そうですね。高専行きましょう。さあ、これで新天地行けるんだけど、正直ちょっと注意して済まないといけない。そういえば、ここからこまめにやっていきましょうか。とりあえず、まず、ここはいいや。なんかメールが来たね。いや、知らねえ。ちょっぱか、どこが話しかけてんのよ。こんなところで寝転がってゲームしてるやつは何を言う。もう来たんで、それじゃあ乗り込む準備はいい。セーブデータ退出してある。ダメじゃない。どんな理不尽が襲いかかってくるかわかんないんだが、セーブはこのようにしておかないと、ゲームの登場人物のセーフとは思えんな。これ話す方向で変わってる。もうバッチリ。けどなんで？いやー、どうも、良くない予感がするのか。昔から私の悪い予感の的中率は軽く10倍だから信用していいよ。軽く10倍って 100% じゃん。どうあがいても絶望？大丈夫です。幼女だけは脱出できます。どこの村を想定してんだ？憧れの内装型飛行船だ。なんか長年ほったらかしにしてた割には綺麗だな、それと。お前こんなところに何やってるの？あ、ミノッチ。いや、魔王城なんかにいてもどうせすることは掃除ぐらいしかないんだから、それならこっちは働けと言われまして。ある意味。魔王様の妹だとか、あの魔女にですけど、びっくりしましたよ。妹なんていたんですね。えへ。この畜生め。何これ、地震？さすが地震大国。もういいから、それ。あ、飛行船が送り出しちゃうんですね。せっかくだから内装見てもらったらどうですか？そうだなぁ。そういうこともないし、でも別に変わったものなんてないだろう。わかりませんよ。もしかすると、え？変なものってそっち？飛行中はハッチは開きませんよ。まあ、緊急時はパラシュートで降りるために開くらしいですけど、RPG 的に考えてどの展開はおそらくそう遠くない未来に現実のものとなるであろう。あんまり高いところとか好きじゃないんで勘弁してほしいんですけど、パラシュートとかが詰まってるみたいね。あ、リーツが間違えそうなパラシュートに似た子供のリュックか。リュックが元ネタがわからん。え、お前この呪われそうなやつをわざわざ持ってきたのか。ああ、ところであの魔王様、それ一体何なんですか。ああ、それはレッシーの住みかにもっと魔王っぽい威厳を持たせるためのオブジェで時々呪いとかかけるかもしれないの。まあ、そういうわけでお前上手だし、なんとなく呪いに強そうな気がするから、それ見張っておいてて。ええー、命完全に下っ端じゃん。何やかんや仲間が、いろいろいますけどね。なんか落ちてたんで拾ってきたんですけど、何でしょうかこれ、狂気。どこのドイツだこの未婚女性の夢と希望が詰まった雑誌を投げ捨てたのは。まあ、よそがしだけど、温厚には後悔を含んでこそあの重さだと思うけど、そういえば、昔人間の女性と恋をして駆け落ちしたヴァンパイアがいましたけど。ああ、そういえばいたな、全く自信も出さずに勝手にやめやがって。てか、自費を出したらやめないことの方が驚きなんだけど。マタンゴ。なんで？いいだろ、B 級映画。なんで解決呪文シリーズがあんのよ。私、男の狐見は断じて許せないんだが、彼だけは別なんだ。いや、だからなんで？わ、砂恵子さんの絵本がたくさんね、寝ない子誰だわ、かな。しかし、なんだか病院の待合室みたいね。またんごいいのか。待合室ってなんか一つぐらいの変な本並んでない院長の趣味むき出しな感じの。またんごか。またんごはいいよ、もう。引こうってばっかりだけど、最近はこんな自分、まあいいかと思えてきたんですよ。そうかな、外に出た方がいいと思うけど。もう笑えばいいと思いますよ。え、いくらなんで無理だろう。